はマネージャーなんだよ。君とちゃんと話すのはこれが初めて。有名な妖怪や怪談ってことですか。烏丸先生に苦情言おうぜ。これは少し懲らしめてあげなくてはいけませんね。これと毎日遊んでたとか、あずあずとイルマくんやべえな。藤宮さんは数学わかるんだよね。あんなこと言ったら自分を追い込むだけなのに。そうだ、駅前に新しくできたとこは本来八戸神様の